こんにちは、小野沢さん。速稼塾の久保です。今回も動画をいただきましてありがとうございます。今回の動画ね、私だけではすごくもったいないんで、たくさんの方に見ていただきたいなと思います。ちなみに前回の動画シェアしていただいたみたいで本当ありがとうございます。なんかちらほらと小野沢さんのところから来ましたみたいなね、評判もあったりなかったりするわけでございますけども、やっぱり小野沢さんがね、私 の知らないところでそうやって噂をしてくれる、私の人生や言葉を引用してくれる、これはね、非常にね、本当もったいない、ありがたいことです。ひろしさんもね、私のことを意識してくださって、そればかりか大和君のこともね、とっても可愛がってくれて、本当なんか高校とかの同級生みたいな感じがします。ひろしさんも小野沢さんも私もやっぱりごちゃっとね、同年代ということで、その辺の親近感もあるんですが、同じように昭和を生き抜いてきてね、平成を通り抜けて、そして令和にしがみついている私たち中高年世代としてはね、本当にこういった一種再会みたいなね、動画のやり取りっていうのは非常に嬉しいなと思います。ひろしさんにもね、ぜひよろしくお伝えください。というか、ひろしさんに個別のね、ちょっと動画をね、始めようかなみたいな感じですよね。まあ、ひろしさん、ありがとうございます。ぜひね、これからも新橋でよろしくお願いします。本当にね、私ね、新橋で飲んでますみたいなことをね、いつもコメントとかで出すんですけども、真に受けないでくださいね。大体いませんから本当のこともたまにあるんですけどもね、で、小野田さんが前回東京に私が行った際にはいろんなプレゼントを用意してくれるってことで、いや本当に感動ですね。これがね、私はね、どんな情報商材を売ってきた時よりも、この小野田さんに目をかけられるっていうね、この喜びがね、何とも言えないですね。宝のようですよ。で、今でも小野田さんっていうのは私が知り合った時のまんま、いやでも過去の時給7万円動画ですか、あのプロモーションの動画、確かに小野田さん結構スラッとしてますよね。お互い今はちょっとあれですかね、貫禄が出たというか、ふくよかになったというか、それだけ暮らしに余裕が出てきたのか、それとも飲み会が増えたのか、いろいろとね、こうやって小野里さんとここ何年か、5年とかね、8年っていうのを振り返って、常に小野里さんがいると。小野里さんも多分ここ7、8年を振り返ると、たまに私の顔がちらついたりするんではないかなと思います。結局ネットビジネスっていうのは一人でやってるわけですから、基本的には誰かとつながったりとか、誰かとね、長い付き合いがあったりっていうのは非常に難しいとは思っていたんですが、私はおかげさまで吉谷さんもそうですしね、小野沢さんのような方がいらっしゃって、今でもこうやって動画のキャッチボールをさせてくれると、させていただけるということで、まあ私も小野沢さんから見て、吉谷さんから見て、誠実にコツコツとめげずにやってきたところを見てくれたのかなと思うと非常に嬉しいです。やっぱりね、もしかしたら吉谷さんも小野沢さんも、もしかしたら似たような経験があるかもしれませんが、私はね、速稼塾を8年やってきて、ちょっとした傷があるんですよ。それは何かっていうと、速稼塾もしくは久保さんの弟子ですということを冠言葉に、あやふやなものを売ったりとかね、それからやるはずもないコンテンツを売ってお金を取って逃げたりみたいなことで、久保さんこんな人いますよっていうふうに、いわゆる密告というんですかね、連絡をいただくことがあって、でここで思うのが2つなんですよ。1つは、そんなね、私の弟子からそういう人間が出てしまって本当しょうもないなと、もうやっぱりマインドセットが一番だなっていうところが1つ、もう1つは私に教えてくれる人がいるってことなんですよね。で、責任取って久保さん払えよじゃなくって、こういう風な人がいますよと、久保さんは悪くはないと思いますけども、一応知らせておきますって感じで、いろんなね、証拠物っていうんですか、やり取りとかスクリーンショットとか動画とかを送ってくれるんですよね。それは非常にありがたいことであるのと同時に恥ずかしいことでもあるんですが、まあ、長くやってればこういう風にね、変なことをやって市場から撤退を勝手にしていく人がやっぱ出てくるんですよ。どうしてなんでしょうかね。最初は稼ぎるようになったはずなんですよ。そしてその稼ぎを使いすぎないように大切に育てていって、そしていつも自分は初心を忘れずに、例えば小野沢さんだったらね、いざとなったらカメラ転売やるみたいな気持ちもあると思いますし、小野沢さんのその気持ちっていうのは私も同じで、いざとなったらアフィリエイトやるし、もっといざとなったら私は介護士をやっても全然構わないと、そうやって何ですかね、今の暮らしを維持することに固執してないんですよね。ただできれば今の暮らしのまま行きたいなと思いますんで、それなりのことをしなければならないと。短絡的にズルに走ったりっていうのは私は絶対にしないぞって決めてますし、それが私の、
私たらしめているところなんだろうなと思いますよね。どんな時でも私はコツコツとやって積み上げていく。最近でもみんなの銀行毎日動画を更新して、毎日1件2件とね、お金をいただいているというかね、で私を信頼して登録してくださる方がいる。逆を返せばみんなの銀行みたいなあんな超有料案件ですら私の放送を見ても信頼せずにこんなもんやるかみたいな人もいるっていうのも事実だっていうのも、それも受け止めなくてはいけないことだなと思いますよね。やっぱトータルでね、何百人もの方が私のみんなの銀行の動画を見てくださってるんですけども、じゃあ何百人も登録してくれるかって言ったらまだね、やっぱ20万30万いってるわけではないんで、そう考えたらまだ私にも改善する余地があるなというところと、あとね、小野田さんが感じてくださってる友情、吉谷さんが感じてくださってる思いっていうのを、裏切らないようにというかね、いつでも認めてもらえるようにこれからもやっていきたいなと思います。まあ多少私もおとなしくなったところがあるんですけども、仕掛けるときはちゃんとビジネスを仕掛けてね、やるときはちゃんとジョイントをして、そして、誠実に、ね、困ってる人に何かをできないかなっていうふうに挑戦していきたいと思います。まあ小野田さんがいろんなところで私の話を出してくださって本当にありがたいなっていうところ、そして同時に私はそれがね気づくんですよ。あ、こういうこと、自分のそういう経験って人の役に立つんだ、参考になるんだ、だから私やり込んでいてよかったなと思いました。ウォーターサーバーを何ですかね、島ですよね、瀬戸内海の島に付けに行った時も、私はこれ確実に売り上げ上がるなっていうその強い確信をもとにね、でもそうじゃなくても楽しんでいこうと思ってウォーターサーバーの契約のそのね、段取りをまとめて島の方に行って、こんにちはって行くわけですよ。で丁寧にお話して、じゃあ車庫の方にもう使ってないと思いますんで、ウォーターサーバー10台と入れさせてもらいますねって感じで契約をさせてもらったりとかね、なんか懐かしいですね。あれもだから Facebook とかで知らせてもらったんですよ。まさに SNS ですよね。ああいう風に自分の活動を知らせることと、それがどうなったのかって知らせることによって、こんな使い方あるんだって気づいてもらうと、それはそのまんま同じ手順で同じやり方で日本全国で使ってもいいよってことでもあるんですけども、と同時にこんな発想自分にはないなと、もっと、久保さんの発想、速稼塾の発想っていうのを触れてみたいなと思えば、連絡いただいて、速稼塾っていう商品が売れるみたいなルートもあって、どちらに転んでもいいようにはなってるはずなんですよ。ただ本当にね、あれをね、ずっと繰り返すかって言ったら別に何年も何年も同じことをやるんじゃなくて、新しい興味も出ますしね、アフィリエイトにも旬があったり、それからまた最近ではアフィリエイト結構ね、いい案件が出てきてるんで再トライしてみたりとか。ただウォーターサーバーはね、最近寒いんですよね、全然ね、全然ダメだと、案件がないということね、案件があっても報酬が安いんで例の方法は使えなくなりましたけども、私が言うのは旬の時にきちんとその方法を使って、そして離脱するってことですかね。私がアフィリエイトをメインでやってる時期はもうすでに2013年で終わりましたけども、そこからオプトインアフィリエイト、あと2年3年ほどやってきて、徐々に、コンテンツ販売に移っていったかなっていうのとね、それから今みたいな FX をはじめとする暗号通貨なりの投資の方に移ってきました。で同時期に小野田さんも暗号通貨とかね、たまに FX とかドーンとやってくださって、やっぱり小野田さんすごいなと思うのは、トークスキルがね、素晴らしいんですよね。で私なんかもついつい何回も聞いてしまうくらい、小野田さんの話しぶりっていうのは参考にもなるし、なんとなくこう優しい語り口でね、聞きやすいし、私なんかとは全然違う高いレベルで、多分会社員だった時もプレゼントとかを決めてたんだろうなと思います。私の場合はね、どっちかっていうと小野田さんね、プレゼントがそんなないんですよ。スーパーの従業員でしたから、どちらかというと売り場に出てね、いらっしゃいいらっしゃいって売り込む、まさにトラさんなんですよ。はい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃいみたいな感じですよね。もちろんこんな言葉は使いませんけどもね、もうお客さんに奥さんってカゴに入ってないよと、イサキ持ってって、こっちも黒木現状みたいな感じでね、ポンポンと放り込んで、はい、チョリポンみたいな感じでね、威勢よく寿司屋みたいな感じで、私もスーパーのトラさんを目指してね、いろいろこう演じるところがあったんですけども、私のだからね、晴れ舞台ステージっていうのはスーパーの売り場にあったんですよ。だからね、本当に楽しかったです。苦しかったんだけども楽しかった。でそれがおそらくですよ、ネットビジネスでこうやって YouTube をやるときにも多分生きてるんじゃないかなと思いましたね。そう思ったら、私の今のね、ネットビジネス人生を支えてくれてるもの、 YouTube 人生を支えてくれてるものっていうのはサラリーマンだったっていうふうに思います。本当サラリーマンっていうのは偉大です。私が思うところ、サラリーマンっていうのは全ての能力を平均値であるんだけどもつけてくれるんですよね。その中で自分の特化したものに、サラリーマンが自分で取り組むことによって、例えば営業部の方に進んでみたりとかね、
企画の方に行ってみたりとか、開発の方行ってみたりとかね、そういうふうに道を自分で切り開くことができるのかなと思います。そこで派閥争いの勉強とかをしたりとかね、どうやったら失脚するのかとか、どうやってスキャンダルと陥れるのかみたいな策謀の方もね、サラリーマン世界では私もね学ぶことができました。おそらく小野崎さんの中でも会社員の時はそういうことがいろいろあったのかなというふうに思います。でそういうのが多かれ少なかれ私たちの今の暮らしに生きてるんじゃないかなと思うんですよ。だからこそネットビジネス人生は二重三重に面白いですよね。ネットビジネスからスタートした人生よりもサラリーマンをやって、そしてその次に起業して、それがダメでネットビジネスやってきた、カメラ転売やってきた、アフィリエイトやってきた、そこで安住の地をこうね手に入れたから、あこういうことだったのかっていうことを込みで、まあ一つにはね、いや土屋さんすげえなーっていうところがあったり、土屋塾に集う人ほんとすげえなーって思うところがあったり、でもその中にはね、土屋塾の中にもなんかえらい迷惑かける人がいたりとかね、ちょっとねクスッとするような思い出ですけど、今となってはね、すごいいろんなことがあって、サラリーマン、企業人生、ネットビジネス、 YouTube、セミナー、なんかすごい人生を楽しませてもらってるなと思います。その中で今回の感染症騒動とか、なんかねバブルの崩壊ですか、バブルの崩壊じゃなくてあれリーマンショックとか、なんかあそういうこともあったねみたいな感じですよね。これからもびっくりするようなことって起きるでしょうね。東日本大震災も、私が麻雀店をやってる時に起きましたけどもね、いろんなこの出来事の中で結局私たちは立ち続けないといけないと、倒れるわけにいかないと、そしてまた第一歩を進めなくちゃいけないと。人生はそんなに長くないですから、その中でね、残された人生をいかにね楽しんでいくか、もう自分の欲望をね達成するために全てを使い果たしていくのか、私はどちらかというと物欲がねはっきりある方なんですよ。家族が欲しいっていう物欲とかね、子供が欲しいっていう物欲とか、家が欲しいっていう物欲とか、車欲しい、ナイト2000欲しいとか思うんですよ。思ったらなんか知んないけどそれがね手に入ってるんですよ。だから例えてみればね、これはこうやって弓を引くじゃないですか、的に当たってから放つようなもんなんですよね。なんか思ったことって実現するんですよ、私の場合はね。で実現したところから実現するまでの段取りを後追いでやってるみたいな感じなんで、最初に自己アフィリエイトやった時にこれ3年ぐらいで1億円いくんじゃないかなと思ったら、もう1億円は規定路線になってたんですよ。で足元のことをコツ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 やってたら、やっぱ3年ぐらいで、ね、1億円突破して、おすげえなーと思いましたね。でそれまでに抱えていた負債っていうのが全部帳消しになって、あ3年でこうなるんだ、逆を言うとですね、ネットビジネスを手にしても3年もかかるんだってことなんですよ。じゃあですね、ネットビジネスがもしないような時代や環境に私がもし生まれていて、それまでのネガティブな要因ね、ビハインドがあったら、多分今でも返せてないんですよ。例えば3000万円の借金って、これがね30代であるってことは、住宅ローンが70歳まで払い続けないといけないようなものがあるってことなんですよね。今でも私はいわゆる普通の仕事をしていたら、今でも毎月7万8万10万ぐらい払いながら、70数歳までのローンをずっと意識しながらね、暗い気持ちでやってたかもしれませんね。今逆にローンがないばかりか、もう家も一括であるし、車を買うときはそれは便宜上ね、経費の関係で分割にはしますけども、でも基本的にはもう払い終わってるような分割で全くリスクがないみたいな、そんな人生があった。そして横を見ると私の同級生とかね、同じ立場の人っていうのは、サラリーマンやってる人っていうのは、やっぱりこれから20年以上の何がしかのローンがあったり、そうなると家庭も手放せなかったりとか、自由度がどん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 狭まってきたりとか、でもそれでも幸せはあると思うんですけどね、まあ、いろいろと考える中で小野田さんという方と私っていうのがこうね、なんか新橋で飲むところを想像するとね、決してサラリーマンで居続ける人をバカにすることは全然ないです。そういうのは本当に大変な中されてる、今みたいな感染症の中で非常に不自由されてると思うんですよ。で飲食店なんて特に酒類提供の制限とか時短営業の要請とかがあって非常に苦しんでると思うんですよね。でも私の場合はそんな感染症がなくても20店舗以上の飲食店を潰しました。全然才覚がなかったんですよね。当然人も育てられなかったし、自分自身を育てることもなかったんですよ。もう完全にダメダメダメのネガティブの連続で40歳を迎えてしまって、でもネットビジネスのすごいところはマイナスの面ですらね使っていけるってことなんですよね。以前私は借金がありましたね。30歳前半の頃には商売で誤解を受けて逮捕までされて勾留も食らいましたみたいなね、島根県警に1ヶ月ぐらい
放り込まれて牢屋で臭い飯食ってましたみたいな経験もあるんですけども、それも今生きるんですよね。でハワイで研修中に石を打った話とか網戸の話とかね、いろいろありますけども、まさにいいところばっかりじゃなくて悪いことも人の参考になったりとかね、あ、そんなにダメダメだった人でも40過ぎてブレイクすることができる希望がある業界なんだな、その情報業界っていうのは、っていうふうに思っていただければ御の字かなと。それこそ100人中100人は救えなくてもね、100人中1人とか1000人中1人でも私のことがきっかけでなんとかなるんだったら、私もね生きてきた甲斐があったなと思うわけなんですよ。そして私が本当嬉しいなと思うのは、小野田さん言われていましたけどね、久保さんの放送で気づかされましたとか、なんか夢が持てましたとか、希望が出てきましたとか、なんか救われました、助かりました、この声が毎日届くってことなんですよ。これ誇張でも何でもなくて毎日なんですよね。毎日放送してるから特になんでしょうけども、毎日何がしかの私に対してのね、そういった喜びという形の報酬が届くんですよ。だからね、自分の暮らしがいくら安定してもやめられない。これは小野沢さんもきっと同じ思いだと思います。そして動機が善であっても結果的にそうならない場合もあります。それはもう仕方がないと思います。私たちは少しでも良くなるようにと思って最新の情報をまだね鮮度のいいうちにお届けする、鮮度がいいうちにお届けするには、まあ、リスクもありますよね。結果がまだ出てないうちに知らせていかないといけないんで、だそれもきちんと説明した上で、これからもね、私もそうですし小野沢さんもやっていくと思いますし、それからもう大丈夫だろうと思ってリリースしたらもうね時すでに遅しってことも結構あるんですよ。もっと早く知らせてよっていうねクレームも入ったりする。だから早めに知らせても、じっくりと熟成してお知らせしても、結局はみんながみんな喜んでくれるわけではないなっていうのは、もうこれから情報発信をする上で覚悟しないといけないなってところもありますし、信頼を失えば視聴者数は減りますし、信頼を高めていければやっぱりこういうふうにね感謝してくれる人もいるし、そして何よりも同じような経験をしたりとかね、同じような苦しみや喜びを通り抜けた小野沢さんとはいつでも美味しいビールが飲めるかなと思いますよね。私はね今回ねこうやって小野沢さんと目の前に小野沢さんがいる感じで喋らせてもらってますけども、本当にねなんかこう私はね土屋塾入ってよかったなと思うばかりでございます小野沢さんがいたことで全部ね報われた感じですよね。これね、自分がね稼いでこういう暮らしを手に入れたこと以上に嬉しいと思いますよ。小野沢さんがそこにいてくれるってことは。じゃあね、東京に行った際は焼肉を遠慮なくご馳走になることと、それからヘアサロンでね田舎の床屋のカットじゃないやつをちょっといただきますんで、ちょっと髪の長めにして持ってった方がいいですかね。それから私は染めてますけども白髪が結構出るんですよ。1ヶ月半でだいぶこの辺白くなります。小野沢さんずっと若いですけども白髪ってあるんですかね。それから服なんですけども、まあ隠居してますんでね、外行きのものはよそ行きの服ってのはもうね完全に処分してしまいました。ほとんどないですね。なんか和服があるぐらいです。舞台衣装の着物ぐらいがでもそれ着てねうろうろするわけにもいかないですからね、まあですんでね、その辺もちょっとね腹くくってお待ちしてます。小野沢さんなりのコーディネートが私に対してあるかもしれませんし、おしゃれでイケてるね、私も50代になりますけども、同じ世代が増えることで小野沢さんのなんかねお手伝いもできるんじゃないかなと思いますんでね、本当に嬉しいということでございます。ヒゲ脱毛もその時には完了しておきますんで、まあ楽しみにしておいてください。さあそうですね、今年中はどうか分かりませんけども2022年は私も新しくね速稼塾をリニューアルしていこうかなと思いますし、全く別次元でお金に対して学んでいこうかなと思います。まあその時も小野沢さんの支えが必要になると思いますので、虫のいい話ですけどもご支援よろしくお願いします。じゃあ今回の YouTube は以上ですけども、もう私のね喜びと感謝を一方的に伝えただけの動画になってしまいましたが、小野沢さんに聞いていただければ幸いでございます。本当にありがとうございます。それではまた吉谷さんと面白おかしくやっていきましょう。土屋塾リターンズ、いいですね。いってらっしゃい。